結城友光、結城つ。光は、平安時代末期から、鎌倉時代中期にかけての武将、有力御家人。下宇佐結城司所大当主。書物によっては、小山友光と記されている場合もあるが、結城家の過疎であるため、後の名乗りである、結城友光の方が、世上をよく知られた名前である。人乱三年、千百六十八年、守府将軍。 藤原秀里を外する下谷国小山の豪族、小山正光の子として誕生。母は、源の頼朝の乳である、八田修綱の娘、相後に、自称四年、1180年10月2日、兵士打倒に挙兵した頼朝に、母、相後にの引き合わせで侵入し、頼朝が、えぼし親となって元服する。要は元年、1181年4月、 友光は、よりの新城を警護する11名のうちに選ばれた、東鏡洋は元年4月7日上、樹影2年、1183年2月23日、鎌倉への侵攻を図った、志田義弘と、足利忠だの連合軍、八田千ちと、父、正光、兄、長生、長沼宗政らが、乃木宮合戦で破った。義しとの戦いに先んじてよりが、 鶴岡八万ぐで戦勝を祈願すると、御剣役を務めていた友光は義弘が敗北するという信託告げ、頼朝から称賛された。なお、友光のご剣役の回数は、あず鏡において10回を数え、御家人の中で最多である。論功交渉で友光は、有機軍の自頭職に任命された。元略元年、1184年。 基礎義仲を追悼するため源、範りより、義経軍に参加、宇治川の戦いで、基礎軍を討滅した後、平士追悼軍に参加、元略2年、1185年3月の段の裏の戦いまで戦う。鎌倉に帰還後、同年5月、戦勝報告のため投下した義経を、佐古塾に尋ね、頼朝の使者として、鎌倉入り負荷の向上を伝える。 文治三年、1187年、伊勢国山田ミクリの大勘道関事件で、建築された畠山茂忠の処分について、頼朝に意見具心し、その危機を助ける。文治五年、1189年の欧州合戦では、厚賀氏さんの戦いにおいて、敵将、金剛、別党秀綱を打ち取り、その功により、欧州白川三軍を与えられた。翌元年、 1190年、欧州で起きた、大河県人の乱の鎮定に参加した。研究6年、1195年、頼朝が東大寺再建の供養に参列した際、首都の間で乱闘が起こったが、この時、と光は、見事な調停を行い、首都たちから、要望、三好、口弁分病と称賛された。頼朝没後間もない正春元年。 1199年10月、梶原景時の残祖により、旧地に立たされたと光は、三浦義村ら有力御家人66人を結集して、連名で作成した、景時旧残訴状に大将軍、源頼家に提出し、景時失脚とその倒滅に大きな役割を果たした、梶原景時の変。上級3年、1221年の上級の乱にも、 東山道軍の将の一人として参戦。乱後の宝城康時、時房による複数失権生時代にあって、寒喜元年、1229年、光月の助に助任。家庭元年、1235年、幕府の表情衆の一員となり、幕政に重きを成した。若き日から念仏に傾倒していた友光は、法年、ついで次郎日立国志も妻に滞在していた親鸞に、 深く消えし、その晩年は念願の出家を果たし、有給への入道日やと合し、有機商明寺を混流。信仰に生きる日々を送り、北条時藤から時折へ続く、鎌倉幕府の内紛に関与することはなかったが、法寺元年、1247年の法寺合戦で、地気の中であった三浦義村の子、安村の一族滅亡した際には、老齢の見よをして、 下佐から鎌倉に上り、執権、時よりに面会して、自分がいれば、大村を中罰の恥に合わせなかった者をと涙し、時よりは、古老の涙を慈しんだという。県庁六年、千二百五十四年、穏やかなうちに生涯を終える。去年八十七、頼朝の側近として惑星に参与し、 弓の達人で和歌にも通じた文武両道の人物として知られた朝光であったが、尊敬していた畠山重忠の死に遭遇してからはよりつましい生活態度を取るようになり、自ら率先して政治の表舞台に出ることはなかったと言われている。こうした姿勢が梶原景時の変における御家人の動向や晩年の法上氏からの行動につながったとされている。 一方で友光の性格は、非常に誇り高く、将軍家の御門用であり、北条氏とも縁石である足利氏と対立したことも、あるなど、遺骨のある武将であった。法治2年、1248年、足利義氏より、結城家に使わされた書簡の末尾に、結城上の入道殿足利万所と記してあった。通常、対等の関係であるならば、 勇気万どころどの足利左馬頭入道と記すべきところではあったが、足利氏は将軍家の文様として厳正を称することを許されており、このような書式を用いることを許されていた。しかし、友光は自らを足利氏より隠したとされたことに激怒、勇気万どころ足利左馬頭入道伝と記して、返書した。これに対して、足利氏より幕府に訴えがあり、 このような書式は、源氏の文様たる足利氏に許されたものであり、ご家人に過ぎない結城氏は遠慮すべきである旨を主張した。これに対して友光は、生前の頼朝より、足利氏と同等たるべしとのもとを得ていたと主張し、時の執権、北条時よりの裁定により、友光の勝訴となった。なお、あずまかがみ文治元年、1185年10月24日上に、ある、 源の義朝の菩提寺、勝長寿院根流供養の儀式において、足利義金は、ここ、友光は、随病として散列している。十年後の研究6年、1195年5月20日上の天皇寺三景でも同様である。義金はこの年に出家。また義金が、研究5年、1194年、研究6年、1195年に、 元旦の都市首大番を務めているのに対して、友光が都市首大番を務めるのは、頼朝死後の生事二年、1200年でそれも八日目となっている。あずまを見る限り友光は常に吉金の会に位置しており、頼朝在世中に足利氏という騎士が対等だったとすると光の主張が妥当であるかは疑問である。なお、友光には、頼朝の諸子であるという説がある。 友光光記によれば、伊豆入中の頼朝の世話をしていた総合二の娘との間に生まれ、総合2の実家、八田家へ預けられた後、小山正光と総合2の三男、四男説もあるとして育てられたというのが、その伝説の筋であるが、幕府の公式記録、あずま鏡をはじめとする当時の一級資料には、一切、このことには触れられていないことから、信憑性はないと見られている。 いずれにせよ、頼朝が目の友の関係にある友光を可愛がっていたことは事実である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。